あ、フェイドですよ、うん、これいい。ああいいよ、うん、これはもうまだ全然叩いてない。叩い、まあ、これから叩く必要ないかもしれんけどな。振りちぎってはないよ、うん、振りちぎってみる。振りちぎった時にいかんかどうか。今のはもうちょっとだけ高いかな。キュンさえけえへんかったら絶対大丈夫。いやもう全然安心ですわ。うん、いいと思うね、うん、キャリー233、トータル268。じゃちょっとフェードで左に行くんだけども、これな、今もうちょっとあれやけど、左になった時にこれはしゃあないけど、構えてみて、ちょっとやっぱりボールの方向いてもいい。そう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 、これぐらいの方がいいかもしれない。あえてもうここのボールに対して構えといてやってっていう感じがいい。これはこれキュン来たら左、キュン経営型フェード、フェードはな、なんか高くなんねん。いやそりゃそうやわ。ちょっとティーアップ低くしてみる。だから最近左に置いてるけど、結構フェードも真ん中で打ってることが多い、うん、おー、俺ローフェードや、うん、いやもうフェアウェイ打ってや思ったよ、うん、それぐらいで、でボールの位置の方に意識持ってティーアップしないで、うん、ちょっと右から回せないなっていう時はこんな感じがいいかもしれない。でもまあちょっとフェースの下の方に当たってんな。え？あかんの？いやいや、いい、ガメガメ。そんなつもりやねんけど、うん、フェースの下の方には飛べへんね。ただ単に、うん、結構真ん中置いて、うん、多分それやったらスプーンで打った方が多分飛ぶと。確かに。オッケー。こういう風に打つ時はある、うん、オッケー。じゃあちょっとスプーン行ってみようか。はい、皆さんね、ドライバーよりはその高低差とか曲げるんだったらスプーンの方が多分操作しやすい。だから、もうこの PGA の選手とかもものすごい低い球を打ったりするのはスプーンとかフェアウェイウッドの方が。あ、ごめん、ちょっとしくった、うん、いいですよ、来てもうた。いい、そう、皆さんまずそのボールをコントロールする応用技術をやろうと思ったら、まずもうキュンが来ないこと。ちょっとキュンキュン来ない練習します。それをちょっとウェッジでやってたの、そのままスプーンでやってみてどうなるか。あ、そう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 、いいです。これウォーミングアップ。さあ、いけたらちょっと行ってみましょう。はい、低い、そうそうそう、キュンが来なかったらあの方向飛び出しますから。うまいな、うん、いやこれでキャリー207やからね。それはびっくり、うん、これ下手したら
キャリードライバーぐらいいくんじゃん。ナイス。ああ、いいと思う、いいと思う、いいと思う。手前から転がしていった方が乗るっていう時すごい便利なんですよ。もう綺麗ね。変わった？うん。ちょっとだけ重ねた。これはほんまにさっきみたいに右から回してきたり、ちょっと左寄りに置いてちょっと高い球を打ってみたりできたら非常にいいです。オッケー。うわー、これ211キャリー。おー、よかった。トータル230。初速出たね。うわ、キャリー217。すごっ。トータル242。だいたいでもこれちょっと左置いてる。うん、ちょっと左置いてる。あ、ちょっと左置いてみて。はい、フェード。そう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 、ほんな高い球なんで、ああやってこれは距離落ちてもいい。スプーンで高く打って落とそうというときはそれでいい。だからキャリーが207でトータル221やからいいね。そう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 。そしたら高い球でも全然狙える。一応今ちょっとフェードにしようと思ってる。あ、いいと思う、いいと思う、いいと思う。OK、うん、何しようか、ほんなら。とりあえず全部終わってことだな。もう何でもいいですよ。じゃあ梅原さんは右からこう回すっていう。じゃあちょっと言われる前にちょっと左から回そう。木があります。木を左からスライスさせて曲げてグリーンを狙う。さあ行きましょう。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いします。お